天気予報の BGM。某F県出身の友人 G から聞いた話。深夜、テレビの放送終了の直前には、天気予報が放送されることが多い。F県のあるローカルテレビ局でも、深夜にテロップと BGM だけの天気予報がある。なんでも、その BGM はおよそ40年も変わっていなくて、別の番組でも時々使われるから、F 県民なら必ず聞いたことがあるという。実はその BGM を作曲したのは K という人物で、かつて一世を風靡した、日本では知らない人はいないくらいのミュージシャンなのだ。当時のテレビ局の担当者が、BGM を作ってくれる若手のミュージシャンを探して、目をつけたという話だ。ところが G によると、この曲を聴くと恐怖を覚える人が少なからずいるという。中にはその曲を聴くと幽霊が現れるとか、何か怖いことが起きるという話まであった。詳しく聞いてみると、夏休みなどで夜更かしをして天気予報を偶然見ていた小中学生に多いらしい。その記憶から、トラウマとでも言うのか、大人になってもその曲で恐怖を感じるという。僕は G に、子供が夜更かしなんてするから深夜の時間と相まって、深夜イコール恐怖、という図式がいつの間にか、天気予報の BGM イコール恐怖、にすり替わったんだろう、という仮説を唱えた。しかし音楽や作曲家に詳しいという G によると、その曲に使われているコード進行に秘密があるのではないか、という見立てだった。僕はあまり音楽に詳しくはないが、コード、つまりは音の使い方や組み合わせで、曲のイメージというか曲の雰囲気が決まるという、重要な要素があるとのことだ。もしかしたらコード進行によっては、聴き手の感性に大きな影響があり、何か心理的な変化をもたらすことがあるのではないか、という G の説明だった。確かに、K が一世を風靡した頃の曲は、聴きようによってはどれも同じように聞こえるという人もいて、その K 独特のコード進行を、K 進行、と名付けた分析や解説を聞いたことがあった。当時無名だった K がその曲を作った頃は、K 進行がまだ確立されていなかったのかもしれない。ということは、感性が豊かな小中学生がその、未完成の K 進行が使われた曲を深夜に聞くと、それを恐怖として感じ取ってしまうのだろう。これが、天気予報の BGM を聞くと何か怖いことが起きる、という F 県に伝わる都市伝説について、僕と G が出した結論だ。F 県では、この曲が今でも毎日のように番組で使われている。認知症。私は長年医療従事者として患者様を支えてきました。その中でこれはどうなんだろうと思った話をご紹介します。ご家族が入院された経験がある方はお分かりになるかもしれませんが、入院前に病歴とともにある程度の経歴や、家族構成などを聴取させていただくことになっています。患者様に元の生活に戻っていただくために、必要な事項を確認するためです。当然、患者様の中には特殊な経歴をお持ちの方もいらっしゃいます。これはそんな患者様の話です。その患者様は足の骨折で入院されてきました。2年前退職された年に認知症を発症、徘徊した結果転倒して骨折、とのことです。認知症になる原因はいくつかあるのですが、その一つとして仕事を辞めてやることがなくなり、急に認知機能が落ちてしまった、という方がいらっしゃいます。他に明確な理由もないことから、この患者様もおそらくそのような経過をたどられたのかなと想像しました。そして認知症による状況理解の難しさが転倒につながってしまった、よく見るケースです。ただ発症までの期間がかなり急だなという印象でした。で、特殊な経歴というのが何だったかというと、その人はなんと記者さんだったんです。認知症の方は今自分がどこにいるのかとか、何をしているのかがわかりにくいです。新しいことを覚えるのは苦手で環境の変化にとても弱く、入院によって認知症が悪化してしまうことも少なくありません。しかし、昔のことは割と覚えていて、明確に答えることができる場合もあるんです。認知症の患者様と子供の頃の遊びを思い出したり、一緒にしてみるととても上手にこなされたりします。この患者様は記者だった頃の記憶が鮮明に残っていて、事件やゴシップネタをよく話してくれました。とはいえ、認知症の方のお話です。虚実入り混じっているかもしれません。私は話半分に患者様のお話を傾聴していました。当初は他のスタッフもそんな風に考えていたと思います。
しかし、入院してしばらくすると、スタッフの間で患者様の話はかなり信憑性が高いのでは、と噂されるようになります。噂の主はジャニーズ好きの看護師さんで、彼女が知っている情報と患者様の話がほぼ一致どころか、さらに掘り下げて話されることもあるというのです。家族様からもやり手の記者さんだったと伺っていたこともあり、本気にしていたスタッフは多かったと思います。それからもう一つ噂が流れます。もしかしてあれも本当にあったんじゃないか。患者様には、決まって夜9時頃に起こされるヒステリーのような症状があり、その時、やめてくれ、誰にも言わない、打たないでくれ。と強い興奮状態になるんだそうです。あれとはつまりこれです。こういった症状はそこまで珍しいものじゃないんですが、内容が内容だけにもしかして何か事件に巻き込まれた過去があるのでは、というのです。そう言われると私にも思い当たる節がありました。少し前話題になっていた芸能人の不審死について、患者様が話されていたことがあったのです。あいわな、自殺するようなやつやない。あれは〇〇が関わっとる。〇〇は恐ろしいで。他にも本当だったらヤバそうだな、というネタを話されることは少なくありませんでした。これは、もしかしたら、ですけど、この世には考える力をなくす薬があって、この患者様は知りすぎた結果その薬を使わされたんじゃないかって、考えすぎですかね。皆さんはどう思われますか？鏡の都市伝説を試したら、ある時友達 A が、不思議な体験をしたと言って、話を聞かせてくれました。夜中の2時、部屋で一人きりの時に、姿見に背中を向けた状態で3つ数を数えて振り向くと、姿見には背中を向けた状態の自分が映っていたのが見えたというのです。私は、作り話なんじゃないの？それか、夜中にやったのなら寝ぼけていて見間違えたのか、と思っていたのですが、友達 A はしきりに、本当に見たの。振り向いたら鏡に自分の後ろ姿が映ってたの。絶対に見間違いじゃない。と言います。その時はそれで話は終わったのですが、後日友達 A が電話をしてきて、もう一度試してみたらまた後ろ姿が映ってた。そのまま鏡を見続けてたら、そーっと前を振り向こうとしていた。というのです。そんなことが現実に起こるはずがない。きっと私を怖がらせようとしているんだ、と思いながら、はいはい。と友達 A の話を適当に聞いて、電話を切りました。それからしばらくは音沙汰がなかったのですが、1週間後友達 A がまた電話をしてきたのです。その電話では、最初は後ろ姿を見せていたけど、そーっと振り返って、鏡から手を出して私の腕を掴んできた。手首にちゃんと掴まれた時の青あざもあるの。と言っていました。さすがにこれはないと思い、嘘でしょ？そんなことってあるの？鏡から手が出てくるなんて、もしかして私をからかってる？と言うと、疑われたことに腹を立てた友達 A が、もういい、と怒鳴って電話を切ってしまったのです。さすがに悪いことをしたなと思い、友達 A に折り返し電話をかけると、すぐに出てくれました。さっきは友達 A の言っていることを疑ってごめんね、と謝ると、友達 A は、全然いいの。本当に気にしないで、と機嫌が良さそうに答えます。でもなんだか様子が変なのです。うまく言えないのですが、さっきまで電話していた友達 A と、今電話している友達 A は、別人なような気がするのです。どうしてこんな風に思うんだろうと不思議に感じながら、その時は何気ないことを話して電話を切りました。それから1ヶ月が経った頃に別の友達 B から、姿見に背中を向けて3つ数えて振り返ると、背中を向けたままの自分が鏡に映ってるって都市伝説、知ってる？と言われました。そういえば友達 A も同じこと言っていたな、と思って、それ、A ちゃんっていう別の友達が試したみたいだよ、と言ったのです。すると友達 B は、その人、大丈夫だったの？と慌てた様子を見せます。大丈夫って何が？と聞くと、この都市伝説では、本当の自分は鏡の中に閉じ込められて出れなくなって、代わりに鏡の中の自分が表に出てくる、のだそうです。そんなことが本当にあるわけない、そう言おうとした瞬間、友達 A の違和感を思い出しました。もしかしたら都市伝説の通り、
友達 A は鏡の中に閉じ込められ、鏡の中の友達 A が表に出てきたのかもしれないと思ったのです。友達 B との会話をそこそこに切り上げて別れた後、友達 A に電話しました。そして、すぐに電話に出た友達 A に、今日は暇？用事なかったらこれから会おうよ、と誘いました。実際に会って、今いる友達 A は本物なのか、それとも鏡の中の偽物なのかを確かめたかったのです。友達 A は、何も用事ないし、暇だから私の家においでよ。とあっさり了承してくれたので、私はすぐ友達 A の家に向かいました。15分ほどで友達 A の家に着き、インターホンを押すと、友達 A は出迎えて家に入れてくれました。見た感じは今までの友達 A と変わった様子がありません。声だけでなく顔も仕草も、すべてが今までの友達 A のままです。やっぱり私の思い過ごしかなと思い、そのまま友達 A とおしゃべりを楽しみました。2時間ほど他愛もない話をして、もう夜になるのでそろそろ家に帰ろうとした時、ふと友達 A の手のひらのほくろが気になったのです。友達 A は、右手の手のひらの真ん中にほくろがあるのですが、今私が対面している友達 A は、左手の手のひらの真ん中にほくろがあります。そういえば鏡って反転するんだっけ、なんてことを考えながら、じっと友達 A の手元を見つめていると、友達 A は今まで見たことないような邪悪な顔で笑い、ああ、見ちゃったか、と言いました。やっぱり、じゃあ、あなたは本物の友達 A じゃなくて鏡の中の、震える声でそう言うと、友達 A は、どっちでもいいじゃない。どっちも本物の私。あっちの世界の私も、こっちにいた私も、どっちも私よ。とにたにた笑いながら言います。友達 A の様子に恐ろしくなった私は、一刻も早くこの家から立ち去りたいと、走って玄関へ向かいました。友達 A は、待て、と恐ろしい声を出して追いかけてきましたが、間一髪で玄関の外へ出ると、それ以上は追いかけてきませんでした。友達 A の家を出て、走って近くの道路まで向かい、そこに止まっていたタクシーに転がり込むように乗りました。不審な顔をする運転手に行き先を伝え、そのままタクシーで家まで帰ったのです。友達 A とはあれ以来全く会っていませんし、連絡も取っていません。友達 A の共通の友人、知人に会う機会があったので、それとなく友達 A について聞いたのですが、そういえば全然会ってないなぁ。とみんな、口を揃えています。電話で話すことはあるけれど、なぜか友達 A は家の外に出ることがないのだそうです。その中に友達 A の家に行ってそこで会った人はいなかったので、以前の友達 A と今の友達 A とで、ほくろの位置が違う、ということは聞けませんでした。私の推測ですが、今まで現実世界で暮らしていた友達 A はきっと、鏡の世界に取り込まれたんだと思います。そして今、現実世界で暮らしている友達 A は、もともとは鏡の世界の住人だったのでしょう。自分で鏡の都市伝説を試せば、友達 A を元に戻す方法がわかるかもしれないと思い、昨夜一人で試してみたんです。すると、友達 A の言っていた通り、姿見には背中を向けた状態の私が映っていました。次もまた試してみれば、もしかすると私も鏡の世界に取り込まれるかもしれません。次にここに書き込むのは、鏡の世界にいた私かもしれないのです。